皆さんこんにちは、パツロ必勝本の嵐です。今回は超話題の新機種スロット劇場版魔法少女マドカマイカ前編始まりの物語、後編永遠の物語をしだしていきたいと思っております。これはですね、今年の6号機、2021年下半期を引っ張っていく一台になるんじゃないかなと非常に期待している機種でございますので、そちらの仕様、そして魅力、あとはですね、初代をかなり踏襲したゲーム性となっておりますので、まあ、実際どのくらい初代に近いのか、そしてその中にある新要素がどういった感じでその踏襲から進化を果たしていくのかっていうのも皆様にお伝えしていきたいと思っております。まずはゲームフローから解説させていただきます。通常時はまさに初代の流れを踏襲しております。規定ゲーム数消化、もしくはレア役での初当たり抽選、あとは追加でのチャンスオン抽選、それら2経路から初当たりマイカラッシュを目指していくという流れになります。一つ初代と大きく異なる点といたしましては、今作は、AT への直当たりがメインの初当たりになっておりまして、ボーナスは特殊な例でしか当たらないという形になっているのが、まあ、通常時の大きな特徴となっております。次は初当たり確率と出玉率を見てまいりましょう。 AT 初当たり確率は設定1で約270分の1、設定6で約190分の1となっておりまして、初当たりは軽めの仕様になっているかと思います。出玉率も、設定1で約 97%、設定6で 110% となっておりますので、設定6はかなり安定した出玉挙動が見込めるのではないかと思っております。それでは打ちながらゲームの流れを見てまいりましょう。まあ、やっぱりこうリールの幅とかも大きくなったことで、筐体の感じ、あとは色味とかもかなり初代に近くなってるかなという印象ですね。で、通常時の打ち方なんですけれども、左リールにバーを狙ってスイカが枠内まで滑ってきたら、中右リールにもバーを狙うとスイカがフォローできる形になります。で、今ちょうどですね、汚れが溜まりました。汚れシステムはもちろん今回にも継承されておりまして、さまざまな局面で、汚れが蓄積されます。今のはまあ朝一1ゲーム目消化した時に溜まってるんで、まあ有力感移行時とかにも汚れの抽選をしているのかなというふうに推測できますね。ちなみに今回は設定6を打たせていただいておりますので、例えばスイカからチャンスオンどのくらいで当たるのかとか、規定ゲーム数どのくらいで当たるのかっていうのも注目していただけると、より今後の参考になるかなと思います。お、チェリー。さあ、右リールの停止系に注目しましょう。ベルが中段に止まれば弱チェリー、それ以外が強チェリーとなります。弱チェリーですね。まあ、今作もおそらく弱チェリーの確率には設定差があるでしょうから、停止系しっかり押さえておきましょう。あとは弱チェリーがおそらく降格以降のメインケーキだと思いますので、この後のステージの流れにも注目ですね。あ、チャンス目ですね。チャンス目は、バーが下段から停止するチャンス目 A とスイカまで滑ってきて外れるチャンス目 B、 2種類のフラグが存在します。まあ、今作もジャックチェリーとスイカが弱レア役、チャンス目と強チェリーが強レア役という形になっております。あとはもちろん中段チェリーも健在でして、中段チェリーからのフリーズも踏襲されていると。まあ、初代とかだと、まあ、50ゲーム過ぎたあたりくらいからこう前兆が来るイメージだったんですが、あ、またチャンス目引きましたね。まあ、今のところ80ゲーム90ゲームぐらいまでは何事もなく来てました。あ、ここでチャンス目からのアイキャッチでホモラ部屋に移行しましたね。まあ、こちらがまあ初代同様降格下のステージになるんですけれども、もちろん前兆移行時とかにも移行する可能性はあると思いますので、この後ちょっと見守っていきましょう。お、スイカですね。もちろん、スイカではチャンスオンの抽選が行われます。なので、まあ、おそらくですけども、今のこのチャンスの前兆がガスだった場合、このスイカで当たってチャンスオンが出てくるよっていう時には、もちろん演出が書き換わって出てくると思います。さあ、いろいろ重なって期待感が高まってますね。はい、と思っていたら、まあ、前兆ステージに移行したので、まあ、チャンス目からの本前兆の可能性が出てきましたね。
で今作も魔法少女が登場すればするほど本前町の期待度が高くなるという演奏則を継承してます。これでまずはさやかが登場と。で今作はこのソウルジェムの色で、まあ、点灯すれば加わったんだなっていうのが分かるようになってます。さあマミさんまで来ました。基本的にはやはり強行まで出てくるとかなり期待度が跳ね上がるのかなというイメージです。ああここで8点ですね。今回は魔法少女2人で8点と。でバラ園の魔女バトルですね。でタイトル文字の色が通常パターンなんで今回はちょっと厳しいかもしれません。まあこの辺のチャンスパターン、あとは前兆ステージの流れなんかも非常に初代に近いものになってるんで、かなり初打ちでも分かりやすく楽しめるんじゃないかなと思います。まあチャンスパターンもなかったので今回は残念ながら失敗と。でもちろんですね、このような状況でまた汚れが溜まっていくという流れになります。この汚れなんですけれども、発動タイミングは AT 終了時という形になっておりますので、まあ、基本的に初当たりが AT なので必ずこの汚れ貯めた分はまあ使えるというか、当たるかどうかは別としても無駄にはならないような仕様になっているという形になります。お、さあスイカかな。スイカですね。そろそろチャンスも欲しいですね。はい、すぐに発展しました。これでミッションエースに行くと思います。契約を阻止しろと。まあこれも新しいエースなんでちょっとじっくり見ていきましょうか。さあ次ですかね、決着は。お、これおそらく停止ボタンと連動してきたんでチャンスパターンだと思います。あ、やはり絶対にお前の思い通りにはさせない。はい、これでチャンスゾーンに当選と。まあチャンスゾーンは2種類あるんですけれども、まあ、今回は上位のチャンスゾーンではなく、マギカチャンスに移行したという形になります。まあおそらくですね、今の前兆中とかにもう1回スイカを引くと上位の朽ちた墓地っていうチャンスゾーンに行くというような流れも踏襲していると思われます。さあそれではマギカチャンスやっていきたいと思うんですけれども、こちらは初代のマジカルチャレンジのゲームの流れをほぼ完全に踏襲していると言っていいと思います。規定回数のカットインが発生すると終了するチャンスゾーンとなっておりまして、この初期回数3回なんですが、消化中のレア役とかでこの回数上乗せが行われると。あとはレア役自体でその AT の初当たり抽選も行うという形になっております。でもちろんですね、ホムラ揃いのカットインが発生して揃えば初当たりが確定ということで、まあ、今作はバーを狙うわけではないんですが、まあ、そういったカットインが発生して揃えれば初当たりという流れも一緒となっております。じゃあ早速やっていきましょう。お、いきなりレバーオンで、これレア役の可能性ある演出ですね。おお、チェリー、ジャックチェリーで、ああ、増えないですね。まあ増えるときはだいたいこのチャンスボタン演出が出てプッシュしてプラス1とか出るんですけど、お、緑カットイン。まあこちらのマジカルチャンス、まあクリア期待度約 30% ありますんで一発目からあるんじゃないですか。お、で一応ホムラズガラも上中段に止まるパターンと中下段に止まるパターン2パターンあるんですよ。まあこれどっちが熱いかというのは現状では分からないんですけど、まあとりあえず一角とかではないですね。さあ揃うか。ああ、ダメ。ああ、赤カットインいただきました。これはもう今作でも強カットインですから。お、上中段ですね。おい、さあシングル揃い。まあ、ダブル揃いだと、まあ、より恩恵が強くなるんですけども、今回はシングル揃いで初当たりゲットという形になりました。
さあ、そして今回は見事マイカチャンスクリアとなりましたけれども、チャンスゾーンにはもう一つ上位のキューベイチャレンジに該当する朽ちた墓地というものが今作にも存在いたしまして、そちらは入った時点で初当たり AT が確定して、かつクリアするとエピソードボーナスに当選するという形になっております。まあ期待度 60% あるんで、もう入った時点で激アツと捉えていいんじゃないかなと思います。さあ、それでは前からやっていきましょう。まあ、今作もまずは枚数の上乗せを目指していくんですけれども、まあ、レア役を引いた時に直乗せをするのではなくて、マンギカアタックというものを経由して枚数が乗ったり、それ以上の報酬がもらえたりしていくという形になります。今作もステージが4種類存在しまして、まあ、基本のステージがこちらの芸術家の魔女ステージからスタートすると、でステージが上がっていけばいくほど、まあ、マギカアタックだったりバルプルギスの夜だったりの前兆の可能性が高くなるという形になります。あ、そして、今作外れてもですね、その上乗せに非常に重要にかかってくるこうソウルジェムシステムというのが新たに搭載されてるんですけれども、外れてもそのソウルジェムシステム発動抽選を行ってます。あ、いきなりですね、これマックスベッドでついて、今さやかのソウルジェムがついたんですが、このソウルジェムがつくと、対応薬を引くことによって有利な抽選が受けられるという形になります。で、さやかはここの液晶に出てるんですけれども、リプレイとチャンス目が、まあ、その対応薬だよという形になっておりまして、こちらリプレイを引くと強レア薬に変換されます。で、このチャンス目を引くと確定薬に変換されるという形で、このソウルジェムシステムが発動しているときに対応薬を引くとレア薬を引かなくてもレア役と同じ抽選が受けられるという形になっております。まあ、それを踏まえてこの後の流れご覧になってください。でナビが出てもリプレイが揃うことはありますので、あ、これはさすがにベルですけども、でソウルジェムシステムなんですが数ゲーム間発動しますので、1ゲーム目に引けなくてもまたチャンスは続いていきます。お、あ、これでまずジャックチェリーでのマギカアタックの抽選は漏れちゃったからと。で今ソウルジェムシステムがまだ続いてますね。ここでもう一回抽選受けたいとこなんですが、あ、消えてしまいました。まあ、こんな形で AT 中はですね、このソウルジェムシステムが上乗せの大きな鍵を握る流れになっておりますので、まあ、このソウルジェムシステムが搭載されたことによって、まあ、AT 中にレア役を引けなくても上乗せのチャンスが十分にあるというような仕様になっていると。お、で今あのおなじみのワルプルギスの夜の煽り来てますね。今何も引いていないので、まあおそらく初代同様 AT 中の消化ゲーム数を見て抽選を行っているのかなということが推測できますかね。さあ続きますよ。はい、マギカアタックに当選してました。こちらはジャックチェリーからの当選という形になります。はい、このマギカアタックこそがもうソウルジェムシステム非常に重要に関わってくる、まあ、上乗せになっておりまして、まあ基本的にこのマギカアタックに入った時点でもう3枚数の上乗せは確定してます。でこのマギカアタックでその報酬を、まあ、格上げさせようよっていう形になってくるので、その時にどのソウルジェムがつくかによって、まあ、その期待度も変わってくるという形になっております。じゃあ見てまいりましょう。はい、今回さやかですね。さやかは、まあ、リプレイが引ければめちゃくちゃ熱いです。これリプレイを引くとですね、ワルプルギスの夜以上だからボーナスとかワルプルギスの夜が出てくる、もう大チャンスになるので、ただその代わり、まあ、マミさんはベル対応なんですけど、まあ、ベルの方がもちろん引きやすいんで、まあ、ちょっと難しいマギカアタックにはなっちゃうんですが、やってみましょう。押し順波が出ちゃってるんで、あ、ベルですね。まあ、青赤ワルプルギスの夜3つの報酬が残ってますが、今回は青のメダルアイコンでプラス20枚を乗せたという形になりました。
ただ対応薬引けなくてうわー昇格うまくいかなかったかと思っても上位の報酬が出てくることもあるんで、まあ、当たった時の状況でまず報酬が決まっていて、それをさらに格上げできるかどうかのチャンスというような、まあ、形になっていると思われます。あ、いいですね、いい流れ。お、チャンス目かな。あ、チャンス目です。あ、と思いきや外れ。そして今回はキューベが立ち止まっているのでマミさんのソウルジェムがつくことが確定しています。さあこちらもベルが対応薬なんで、まあかなり抽選を受ける機会は多くなると。で、こちらベルの場合はジャクチェリーに変換という形になりますので、まあ期待度ではさやかの変換には劣るんですけども、その分機会が多くなる。であとはですね、今作でもちろん、強ベルも存在しておりまして、このソウルジェムシステムでマミさんがついているときに強ベルを引くと、強霊薬なんでもちろん確定薬に昇格するという形になります。まあ、強ベル自体が、レア薬の中でも、まあ、中段チェリーを除くと最上位のレア薬になってるんですが、はい、いいですよ。はい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 、上段ベルですね。こちらは1枚ベルとなってるんですけれども、もちろん同じ抽選が受けれます。はい、完璧ですね。3回抽選受けれたんで、さあマギカアタックの当選に期待しましょう。オッケー。まあこういった形でかなり手数は多いですね。なのでまあその中で大きないいパンチ当たるのを目指していくという感じですね。行きましょう。ああ、なかなかやっぱ引けないですね。おおと思いきやの50枚、これは嬉しいですね。だからあの全然あの格上げできなくても、まあでかい枚数が乗ったりとか上位の報酬が出てくることもあると。さあ残念ながら間もなく枚数がゼロになってしまいそうなんですが、さあ粘れるか。うん、今日滑る、まあ、そんなにはまらずに初当たり引いてるんで汚れもそんな溜まってないでしょうけども、まあ、最終ゲームではまず汚れの発動、こちらも期待できますし、まあ、汚れが発動しなかった場合でも、最終ゲームで、まあ、ここでレア役を引くとですね、マギカアタック獲得して AT に復帰という、まあ、自力の引き戻しもありますので、じゃあちょっと見ていきましょう。だい、あ、押し順ナビ出ちゃいましたね。で汚れが飛んでいくが発動せずという形で、まあ、これで AT が終了という形になりました。さあそして AT 終了後なんですが、99ゲームプラスアルファ、このプラスアルファっていうのは全長のゲーム数だと思うんですけども、そのくらいまでこう引き戻しのチャンスがあるみたいなんで、まあ、おそらく、まあ、規定ゲーム数の振り分けが濃いのか、あとは、まあ、内部的に有利区間を引き継いだりしてるのかちょっとわからないんですけれども、まあ、そういった引き戻しのチャンスがあるという形になっております。あとはステージもホムラ部屋からスタートしてるんで、まあ、ここで例えば早めにレア役引けるとレア役での当選の期待も高くなってるんじゃないかなと思いますんで、あー、これはチャンスパターンも出てないですもんね。おお、まあ僕自身まだ全然打ち込めてないんで、もしかしたらどっか出てたのかな。でも普通におそらくチャンス目からの当選と思われる初当たりゲットいたしました。いや嬉しいっす。やっぱ、まあ、この初当たりが直 AT っていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね、改めて。お、なんだスイカですね。いやちょうどですね、今回はちょっとマギカバトルやりたいなと思ってたんで、このスイカがマギカバトル以降のメインケーキですから、まあちょっとここ期待したいですね。あ、かわされてここで復活。さあというわけでこれかな、これかな、やっぱこれですね。まああのスイカしか引いてないですもんね。
ということはおそらくゲーム数で当たった。なのでまあマドカ2の、ART 突入時の天国モードみたいな、まあそういった形の早い規定ゲーム数での当たりも十分期待できるんじゃないかなというふうに思いますので、まあとりあえずやっていきましょう。さあそして今作のワルプルギスの夜なんですが、マックス継続率が 80% という形になっておりまして、もちろん追撃もございます。さらに新要素として超追撃という強力な上乗せもありますんで、さあ早速レア役引いていきます。まあ、レア役は、継続の書き換え抽選だったりとか追撃抽選だったりを行っていくということで、まあ、弱レア役なんで確定ではないでしょうが、もちろん期待できる状況にはなっております。まあ、ワンセット目は必ず継続しますんで、まあ追撃のチャンスですね。あらららら、追加チャンスで B だったらかなり強かったと思いますが、はい、今回は足元からこう煽っていって、まあどちらが登場するかというので先制を告知すると。さあそして継続すると10枚以上の上乗せが発生します。さあ追撃があるか、よいしょ、まあチェリーかスイカですね。で今作はチャンスボタン上乗せ、第3停止上乗せ、停止ボタンごとに上乗せするっていう、まあ弱中強3パターンの上乗せが、まあ今回連打上乗せではなくなっておりますが、今回は中上乗せですね。まあ、結構乗せられるんじゃないですかね。30枚以上は来るかな、うん、30枚ですね。さあそしてハズレも引いて、ここでソウルジェムシステムが発動すると、まあレア役と同じ抽選なので継続の書き換え抽選などが行われると。だから本当ソウルジェムシステムはいついかなる時でもチャンスメーカーですね。さあバルプルギスの夜が出てきてしまったんで、ビルはやめて、ビルですね。これはやっぱり今作でも大ピンチの演出となっております。お、倒れましたがあります。これで、まあ、次ゲームの終了告知画面でリプレイを引いても復活ありますから、もちろん普通にここのレバーオンだったり、あとは停止ボタンごとの復活もあるんですが、押し順ナビ出ちゃってるんでどうかな。あー、まあ今回残念ながら2セットで終わってしまったと。まあ一応これが一番、まあ、継続としては短いパターンになるんですけど、追撃あったんで40枚はもらいました。さあソウルジェムシステムはまだ稼働している状態なんで、ここでとりあえずリプレイ引いてマイクアタック以上を射止めていきたい。あ、そしてここでグリフシードの煽り来ましたね。さっき引いたスイカじゃないですかこれ。しかもマニカアタック終わった後にあえて前兆出してるということは、来ましたマギカバトル、これがやりたかったんですよ。まあこちらが、まあ、自力でマギカアタックを勝ち取る、まあ、チャンスゾーン的な役割のバトルになってまして、クリア期待度は 40% で、ここから経由したマギカアタックは、まあ、上位報酬がもらいやすいという特徴がありますので、ここは是が非でもクリアしたいところ。さあどうだ、さあさやかのバトルで、まあ、リプレイをしたいですね。いやー押し順になるか、おお、そうか、まあ押し順な、まあ共通ベルもあったっけかな、まあちょっと確かに違和感はあったんですけど、引きましたね。これでソウルジェムシステムが発動、オッケー。さあ理想的な展開でございました。たまらんパターンですね。あ、アクセル叩いてちょっと興奮してダブりました。さあまずはソウルジェムシステムはマミさん頑張ってベル引きましょう。
さすが大丈夫かな。そこだ、よいしょ、いいっすね。これですね、まあこれもまた一つの理想的な流れでのボーナス当選という形になりました。いやだからあとは自動停止で7が揃うんですか。いやだから本当自力感ありますよね今回は。あ、赤でしたか。まあ通常のボーナスと。はい、そしてビッグボーナスなんですけれども、こちらは、ゲーム数管理の、疑似ボーナスという形になっておりまして、30ゲーム間、まあ、順当枚数は変わらない AT ですが、まあ、そちらを消化していきながらレア役でのゲーム数は乗せとホムラ揃えでのワルプルギスの当選も目指していくという形になります。エンスパターンはチャンス告知、完全告知、あと告知と3パターンから選べるような形になっております。まあ今回はオーソドックスなチャンス告知で消化してみましょう。お、早速レア役のチャンスですかな。 OK、 弱地だからまあ抽選ですね。3までいったということはいただきました30枚。まあエピソードボーナスはレア役イコール上乗せ確定なんですけれども、通常のビッグボーナスは抽選になりますので、今のはラッキーでしたね。お、カットイン出ましたね、緑カットイン。まあこの辺の演出もまあ初代を踏襲していると言っていいでしょう。さあ狙っていきましょう。だい、あー残念と。これはリプレイなんですね。プラス60枚の上乗せと。そしてボーナス終了時はやっぱこれですよね。一緒に行くかい。今回も、このタイミングでじゃあここをタッチしてセリフを確認して、まあ、設定推測とかに活かしていけると思います。さあ今回さやか、前回と一緒ですが、おお、これ油断してる時に来るの嬉しいな。さやかが、あ、2発目、これはこの後のちょっと楽しみですね。マイクアタック、で通常4人なんですよ魔法少女が。ここにマドカがいるとチャンスパターンみたいです。僕が試打させていただいた時はそこから強固出てきましたね。おお、ほら来た。やっぱリプレイ2発がでかかったんでしょうね。ソウルジェムシステムの、まあ、マドカを除いた最上位、これ見てください、太陽薬全薬なんで、もう絶対にこの報酬の掲げ抽選受けれますよと。しかもめちゃくちゃ強いです。ボーナスで、おそらく今ちょっと僕誤認したんですけど、ここでリプレイとかだとこっち行きやすいんじゃないかなと。さあ重ねて引いてきましたね。いや、やっぱソウルジェムシステム熱いわ。さあちょっとあのいろいろ起きて、まああのテンションも上がっちゃってたんで、ちょっと一回冷静に状況を整理しましたところ、そもそもホムラのソウルジェムシステムが発動した時点で、ワルプルギスの夜オアエピソードボーナスだったという形だったので、だからあそこでベルを引いてエピソードボーナスに昇格したと、昇格したっていうかそのルートに分岐したんじゃないかなというふうに思います。でエピソードボーナスなんですが30ゲームではなく50ゲーム、なので、ボーナスの獲得枚数自体も多い上に上乗せ性能も高いという形になっておりますので、さらに今後の展開にも期待できるという形になっております。さあそしてエピソードボーナス中に追加以上の出目が止まってますから、すなわち上乗せ以上と。で、エピソードボーナスなんですけれども、最後にまとめてゲーム数を告知します。あー引いていきますね。いや、 やっぱり6は、まあ、おそらく弱点確率に設定差あると思いますので、
エピソードボーナス言ったら結構無敵感ありますね。すげえな。あーここでチャンスビーバーで言っちゃった。これは大量上乗せ期待できるかもしれません。予想言いましょう。170万円。押します。あ惜しい、ニアミスでしたね。140万円、めちゃくちゃでかい。いったろ、よーし。めちゃくちゃうまいじゃないですか。これリプレイ引き合いっていうのは嬉しいですよね。さあリベンジだ。マギア流したいですね。やっぱこう3戦続くっていう安心感はでかいですからね。30倍でかからのなあ、次いけない。ただマドカの開始画面です。まあ継続したなのか高継続したなのか。いや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 、ちょっと待ちましょうよ。かわせ。あよし、これはうまいこと言ったんじゃないか。じゃあ使っとくか一応。このナビなしは手応えありだ。なりませんでした。おお、マジか。これでかくないですか。これはナビ出たらもうもらいですよ。だってリプレイとベルの可能性しかないんだから。いきます。どっち。おお、しかもリプレイの方じゃん。いっちゃう。オッケー、ありがとう。ここでも、しかもだから次のゲームを続けば予想の上を行きましたね。ただジャックチェリーだった場合は同じです。ベルと同じ扱いなんで。スイカか、まあジャックレアクなんで同じ扱いでしょうが、結構乗る可能性あるよ。まあ、30以上硬い。 ありがとうございます。さあすでに100枚持った状態でここでさらに上乗せして5戦目に挑みます。さあ歯車が噛み合ってきたか。で、5戦目、10戦目、節目となるセットはあの特殊なというか専用の、まあ、開始画面が選ばれます。やめろ。ジャコギピュイ。あーそれ中よ、それ中なのよ。お願いかわせ。相手ちょっと待って、ここ大丈夫、大事な節目なんだ。よし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 、これで追撃です。さあ今回ジャックばっかりなんで、よいっよし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 、カットイン入って100枚、でかい。まあやっぱカットインも入ったっていうのもあるんでしょうけども、まあまあまあこれで500枚以上ですね。もう残りよいしょ。いや面白いな、やっぱ。あこれは大丈夫そうな雰囲気。いや安定しますね。2枚中攻撃、まあ絶妙です。おお、少々第一で。さあいよいよ10戦目節目です。来い。よし、これで継続＆追撃確定。あ、まあ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 、めちゃくちゃ嬉しい。何度来ても怖いよこの演出は。ダイ、あー食らっちゃったか。そろそろまずいかな、さすがに。ほっ、あ
いやいやでも十分ですね、今回は11戦継続して330枚と、まあ、やっぱりこう追撃とかをしっかり絡めていくとやっぱパンチ力は相当ありますね。さあというわけで残り枚数が646枚、そしてトータルの獲得枚数が677枚ということで、現状1300枚以上の獲得は確約された状態でまた AT に復帰ということで、もちろんここからさらなる上乗せもあるでしょうから、このくらいまで来ちゃえばもう完走は十分射程圏内かなというような状況になりました。でここから先はですね、ぜひ皆様にもホールで体感していただきたいということで、今回のシダはここで実戦終了とさせていただきます。なおですね、まあ、今回はちょっと2回目の AT が、まあ、かなりいい感じでバーって突っ走っちゃったのもあって、まあ、もしかしたらちょっと展開に恵まれすぎた感もあるかもしれないんですけれども、逆に展開に全然恵まれなかった場合、例えばですよ、通常時結構ハマっちゃいました、でようやく入った AT100 枚駆け抜けましたってなった時もですね、通常時のゲーム数ハマりでも結構汚れ大きくもらえるみたいですし、100枚の駆け抜けでも結構汚れ大きくもらえるらしいんで、まあそういった場合のしっかり救済としての汚れシステムも今回ちゃんと搭載されておりますので、まあそういった状況になっても希望は十分にあるんじゃないかなというふうに考えております。さあというわけで実戦の方をお届けしてきたわけなんですけれども、いやーやっぱ面白いですね。まあ僕自身やっぱり一番のまあ新しい要素であり一番の叩きどころだなと思ったのはやはりソウルジェムシステム、まあ、目に見えて今何を引けば熱いのかが分かる、さらにまあ引いた時のもう期待感も演出とかでしっかり煽ってくれるんで、まあ、本当初代のゲーム性に自力感がさらに増したような追加要素があって、もう隙のない一台に仕上がってるなというのは、打たせていただいて本当実感しました。まあマドカシリーズ好きな方はもちろん打ってみたら納得の完成度だと思いますし、今までちょっとマドカシリーズあんまり触れてこなかったという方もすごく王道の AT 機のゲーム性になってますんで、すごく打ちやすいんじゃないかと思いますので、今後ですねホールのメイン看板を張っていく一角になるのは間違いないかなと思っておりますので、まあ、今回の動画を参考にしてぜひ導入初日の決戦の日をお待ちいただければと思います。というわけで今回はこれにてシダ解説終了とさせていただきます。よろしければ高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。